小玉91は、日本の内務官僚。県知事、厚生次官、中国地方総監。山口県出身。陸軍大将、小玉玄太郎の七、男として生まれる。1912年に、東京高等支配学校附属中学校を卒業。第一高等学校を経て、1919年、東京帝国大学法学部政治学科を卒業。 1918年10月、高等試験行政科試験に合格。1919年、内務省に入り地方局属となる。以後、静岡県志賀郡長、静岡県警視、内務事務官、復興局事務官、内閣総理大臣秘書官、鉄道省事務官、内務書機関、神社局総務課長、建造神宮市長主事、大臣官房会計課長などを歴任。 1936年9月、島根県知事となり、以後、内務省神社局長、建造神宮福祉、福岡県知事、愛知県知事、厚生次官、東京都知長などを歴任。1945年8月、中国地方総監、大塚伊勢が原爆投下により被爆死したため、その公認に就任。 1945年10月11日から同月27日までの16日間、広島県知事を兼任した。同年10月31日、地方総幹府の廃止により失職。その後、中国地方行政事務局長や新宿行苑保存協会副会長などを務めた。内務省神社局長時代は明治神宮外苑協議場の改築案に、 戦後の明治神宮外苑管理部長時代は、国立競技場建設に、それぞれ周囲の景観を守るよう訴えた。1960年5月23日死去。去年66。1960年5月24日、朝日新聞有刊、七面の不法より、広島原爆戦災史。広島平和記念資料館。2018年1月14日閲覧。 後藤武を、編著、国立競技場の100年、明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ、ミネルバ書房、2013年、211ページ238ページ、官報第百4 9 9号、付録、事例2931年12月28日、ありがとうございます。